私、当時小学校6年、父にで大柄。父、仕事人間、真面目。母、美人たすヒステリー。弟、小学2年、母に。A さん、母の遠縁という男性、会社役員。父が仕事で海外単身赴任。母が、行かないでほしいとなくも仕事なのでしょうがなく。私に、母さんと弟を頼むぞ、と引っ越し。母のヒステリーが悪化し、私へのバリゾフ言も悪化。家事をしていて忙しいので無視していたら、母実家に泣きつく。母の遠縁という A さんが、話を聞こうと家に来る。母、泣きながら、父のこと等を話す。ようやく落ち着いたと思ったら、学校から帰ると、翌 A さんがいるようになる。土日も深夜までいて、子供心にもおかしい。と思ったところで、母に父に言うな。ただの親戚なのに勘違いされると繰り返し、釘を刺される。そのうちに、夜に、無言電話がたくさん来るようになる。A さんが、電話で誰かと揉めていたり、母がまたおかしくなる。父、正月帰省。電話で聞いたより早い帰宅。私が買い物から帰ったら、父、母、A さん、A さん妻がいた。弟は子供部屋に行かされたが、私は、その場でお茶出しをさせられる。以後聞いた話。A さんは、昔の母の虚婚、母の父が決めたで、母が、私の父と恋愛、別れた。婚会しにたいと悩んでいた母を、母父が A さんに頼む。A さん、母と話す。既婚だったが、母がまだ好きと気づく。離婚してやり直したい。慰謝料はいくらでも払うと言い出す。父、A さん妻、断固離婚拒否。単身赴任は、家のため、少しでも母にいい暮らしをさせたいからと話す。A さん妻にも死ぬまで一緒にいたいと思ったから結婚したのでしょう。とか、ぐだぐだになり、大人4人で号泣。A さんと母は別れて、それぞれ元鞘に収まる。母父とは疎遠になる。それから、母には、あの場ですら泣かないなんて、お前は人間じゃない。冷血だ、気持ち悪い、大柄で男みたいと毎日言われ続けるようになった。その後数日して、父に呼ばれ、どうして母を見ていなかった?と尋ねられる。わからなかったと言ったら激高され、お前は俺を騙したな。俺は誰を信じればいいんだ。と、鈍器で頭を殴られて流血。病院には行かせてもらえず、母には存在に気がつかないふりをされた。父が赴任先へ行ってから病院へ行った。まだ、破片が宙にあって可能。治療しながら、若い看護師さんが泣いてて、どうしていいかわからなかったのと。卒業式直前に、まだらに髪を剃られたのが一番の修羅場でした。数年後、家庭が信じられなくて、今の夫と10年以上結婚できませんでした。子供を産んで可愛がれるのかとか悩んだりしてました。家庭を持ってみたら迷いつつも、今は幸せです。因果応報はないのですが、私が家を出てから父母とも病気がちです。弟が仕事をたびたび変えるので大変なようです。年のせいか孫の顔、時間が経てば、あの子、私も丸くとか。言われているようですが、こちらの家族と一緒に全無視予定です。今の家庭をしっかり守って幸せでいようと思います。